こんにちは、千葉市の原田歯科クリニックの原田です。実は今私のこの歯、前は下の前はね、マウスピース矯正やってるんです。マウスピース矯正で、これ写真で写んないんですよ。透明で目立たないから、本当に写真に苦労する。目立たないんです。この間なんかこれつけてるの知らないで、うちの勤務医がね、2名ね、上の前歯、今実は別の治療してるんだけど、噛み合わせの調整するときに下のマウスピース入ってるのに気がつかなくなったくらいですから、そういうぐらい目立たないんですね。で、マウスピース矯正非常にいいですね。私17週間で、一通り歯が並んできました。もうあとは後戻り防止の装置入れるだけという感じで、普通に生活できました。ワイヤー巻かなくて済みました。で、そんなときにこれがとても大事なんですね。これブレスクラブ、ブレスクラブというものなんですけど、これで歯を磨く、それからこの矯正装置ですね、取り外しできる矯正装置、これを磨く、あるいはデンチャーって我々言うんだけど、入れ歯ですね、入れ歯とか義歯とか言われるものをこれで磨くと、これ非常にいいですね。何が違うかというと、これ化学的な成分ですね、化学成分一切入ってないです。何が入ってるかというと、これハーブの成分、それからアロマの成分が入ってますね。で、これ歯磨きペーストなんだけど、実はこれ飲んでも大丈夫という。だから実は私何をやってるかというと、これですね、普通のペーストなんだけど、歯磨きするときに使ってるだけじゃない、あるいはこのこれね、このマウスピース矯正をこれで洗ってるだけじゃなくて、これ普通のペーストなんで、これをこのマウスピース矯正の矯正装置の裏側に入れてつけたまま寝れるんですね。と、これ除菌効果が高いんですね。除菌効果、悪玉菌だけやっつけてくれるので、朝とっても口の中爽やか。それまではね、やっぱりマウスピース矯正いいんだけど、ほぼ一日中つけてるでしょ。定期的に洗うんだけど、やっぱり口の中に悪玉菌っているから、やっぱなんか変な匂いがしたりするんだけど、これつけるようになってから全く OK になりましたね。これめちゃおすすめです。本当商売っ気なしでおすすめです。原田歯科のホームページで買えますから、ぜひ買ってください。別に他のところで買ってもいいんだけど、うちそんなに高くないですから、続けて使うことが大事なので、ね、このブレスクラブ使ってくださいね。はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。